前田浩二です。ライカ M 用の交換レンズになります。ファットですね。テレエルマリット、純正のフードがついております。時代も合ってますね。ブラック、オールブラックのフードです。通常はこのようにして使います。が、まあ、逆さ付けにしてフードキャップですね、こちらでキャップするようになります。多少ここら辺スレはありますが、まあへこみなどはないようです。ここにも傷防止の布というか別鎮みたいのが貼ってありますので、まあいい作りですね。レンズはカナダライツ234万台ですね。まあ、普通の 90mm もっと長いんですが、これはテレになった初期のタイプですね。まあちょっとずんぐり太いのでファットと太っちょですねと言われてます。まあ、ズミルックスの 50mm よりちょっと長いぐらいで、まあそんな感じ、すごいコンパクトな感じです。外観綺麗ですね。ちょっとすれはありますが、いい状態だと思います。ヘリコイドもスムーズ、絞りもいいですね。クリックも効いてます。レンズも綺麗でした。スカッとしてます。コーティングも綺麗ですね。だって普通に見てる分には全く問題ないですが、まあ、ペンライトで見れば見ても綺麗な方でしょう。ただ多少の汚れはまあありますね。多少あると思いますが、まあかなりいい方だと思います。抜けてますね。かっこいいレンズですし、コンパクトですのでね、普段使いにもいいと思います。フード付きになります。